皆さんこんばんは、柴崎です。Good afternoon, everyone. 柴崎 here. リーさんかな？あれ、リーさん。ね。こんばんは、先生。リーさんこんばんは、柴崎です。 Hello, Chris. 柴崎 here. ちかさんもこんばんは、ありがとう。明けましておめでハロー、チとカ。Happy New Year, う。everyone. 明けましておめでとう。あ、たくさん いっぺんに出てきた。待ってください。よ、名 Now 前 I が読can み切 see れない。everyone. 次、なんだろう。草加さんもこんばんは。その前の方々だろう。ティモンゴさん。Timon. ティモンゴさんこんばんは。Hello, Timon. 笹川さんこんばんは。ミサイさんもこんばんは。ようこさんこんばんは。ちかさんもこんばんは。あ、よ、ちかさん。ちかさんだね。北村さんもこんばんは。よろしく。Good evening, everyone. のんさんもこんばんは。江川さんもこんばんは。海さんもこんばんは。ありがとう。猫ちゃんもこんばんは。本屋っぴさんありがとう。MK さんもこんばんは。シャロン・デイオさん、Good morning from Alaska だそうです。おー、アラスカからね、シャロンさん、ハッピーニューイヤー。Thank you, Sharon. Happy New Year. ありがとう、アラスカからありがとう。Thank you from Alaska. アラスカ寒いだろうな。It must be cold in Alaska. 今日は柴崎のとこも少しだけ雪がパラパラとちょっとだけ降ったんですけど、アラスカはす It's ごいだ been ろうね。snowing a little bit here as well, but you must have a lot of snow in Alaska here, there. ね、ももさん、こんばんは、ありがとう。ゆかりさんもこんばんは、ありがとう。ハッピーニューイヤー。ハリネズミさん、メグさん、こんばんは。ありがとう。ね、たくさんの方、皆さん、良いお正月を迎えることできましたか？ Thank you, everyone. I hope you had great holidays. ね、もうシャロ早ンさい。ん、yes. イエス、シャロンさん、イエスなのね。そはれい、アラスから、カの方ですね。誰ケか、リーさん、柴崎キャロリー先さん。生、こんばんは。明けましておめでとうございます。ブラジルだそうです。ブラジルから、ここのイエスって書いてある方？その下の方ですね。その下の方、イエケスってリー書いてサある。ントスさん。ケリー・サントスさん、ケブラリー・ジサルンのトス方さでん、す。from ブラジルね。Thank you。Thank you, Kelly. ブラジルは今暑いんだよね。夏だよね。It must be 寒。hot there. It's summer there, correct? 全然季節が違うんだよね。ありがとう。その前に Yes って書い We てある got 方はど totally なたでし different ょ seasons here. う。Yes って書いてある方はどなただろシャロン・デールさんですね。う。そこの方そっでかす。そっか、アラスカの方ですね。ごめんなさい。そうですね。多分雪に関するコメントですそうでね。すね。直樹さん、こんばんは。ありがとう。奥村めぐみさん、こんばんは。ありがとう。草野さんも、こんばんは。ね。北村さん、間に合いましたね、お仕事。こんばんは。いいお仕事、お正月でしたか？よかった。今日は、ブラジルの 暑いところの方も、アラスカの寒いとかことから方もね、たくさんお見えになってます。ケリーさんが、ここは暑いですって書いてあります。アラね、スケカリーさのん暑いん先ほだ。どのケリーさんですね。ケリーさんは今日は何を食べましたか？ ケリー、what did you eat today? きょうさん、石田京子さんね、こんばんは、ありがとう。それから、高田邦彦さん、こんばんは。それから、岩倉さんもね、ありがとう、いつも。北山さんね、お仕事間に合ったんだ。もう正月終わって、もう1週間以上過ぎちゃいましたね。この間、The New Year's holiday has been over and it's been a while. It's been a week already. そうですね。
7日の日に、日本では七草粥という特別な食べ物を食べる習慣があるんですね。In Japan, we have a special custom to eat rice porridge called Nanakusa Gayu in Japan. That's on the 7th of January. はい、三浦さん、こんばんは。明けましておめでとう。ありがとうね。自然の野原に出て、自然の草を、ピックアップしてきて、そしてそれを、柔らかなご飯の中に入れて食べて健康を願うという習慣ですね。Nanakusa gayu rice porridge contains some field herbs that you just pick on the field. And this is to wish for your health for the year. そうですね。柴崎もそれを作りました。皆さん、I made it as well. ね、映像で見てくれたと思います。七草I 粥 hope の、you saw it on the video. 七草粥を作った人いますか？Did anyone cook Nanakusa gayu, rice porridge with seven herbs in it? はい。さあ、そんなことでね、今日は、できるだけ皆さんたちと、お話を中心に、何を全然、今日、全然、筋書きを柴崎は考えていないんですね、実は。Actually, I haven't thought of anything for this video today, so it's going to be mainly with chats with everyone. ちかさんは作ったのね。はい、ちかさんは七草粥So, 作ったんだ。Chika, you cooked Nanakusa garyu. いつもですと、だいたいね、2つぐらい候補を決めて、こんな絵を描いてみましょうかって皆さんにお話しするんですけども、実は今日は皆さんたちから何かいろいろなご質問なんかを受けたりしながら、少しずつお話とかなんかできたらいいかなと思ってます。So today, usually, I think of about a couple of things to paint, but today we would like to go through with chats, and then I can just think what to do along with it. アラスカのシャロン・ケイルさん、七草粥トをライアゲンで。トライしたかったんですけれども、どういった草を入れていいのかわからなかったんですと書いてあなりるほます。ど。それにはちゃんともうに、あ、そうだ、さつきさん、さつきさんじゃない、猪木さんですね。猪木さつきさん、こんばんは、ありがとう。そうですね、それはもう日本では歌のようにして、その、7種類の草の名前を覚えてしまう、そういう日本人のテクニックがあるんですね。In Japan, there's this type of song or poetry that includes all seven types of herbs to be included in the porridge. So people memorize what herbs to be used. 日本では昔から、野山の草をとても美しいものとして観賞したり、またそれを健康のために食べたりするという習慣が昔からあったんですね。それで春に、Japan has どうぞ。いいですよ。Japan has this custom to appreciate the views of flowers and herbs in the field, and people also ate it for their health. そして、春には7種類の草は、これは、神様と一緒に健康のために食べる、自然の草なんですね。Soま these た、are the wild herbs to be eaten for the New Year's, to wish for health for the year and to be eaten with the God. 小春さん、こんばんは。そして秋にも7種類の草が大事なんですけども、これは主に目で見て美しさを、季節を感じたり、また一部は薬にしたり、そういうための草です。
There are also seven types of herbs to be and for the fall, but these are for mainly for viewing. Some are used as medicines as well. はい。どうでしょう。この今日コメントを書いてくれてる日本の皆さんで、春の七草を全部言葉を出して言えること方はいますか？So, viewers from Japan, has any one of you, can any one of you tell all seven types of herbs to be used for the porridge? はい、ブラジルのケリーさん。はい。はい。はい、あのビデオ見ましたということです。ありがとう。面白かったです。はい。ブラジルでは、うん。グライプ and lentil。レンズ豆ですね。あ、レンズ豆ね。レンズ豆。はい、あの、はい、新年に食べるそうです。うん、あ、そうなんだ。ね、あ、レンズ豆よね。こう小さい、本当レンズの形したようなね、ちょっと平たい豆ですよね。あ、それを新年食べるんだね。でも、多分ブラジルでお豆を食べるときは、日本ではですね、豆を食べるという習慣あるんですけども、大概ね、豆を煮て食べるときは甘く味付けして食べるんですね。でも多分ブラジルでは甘く味をつけないですよね。僕は本でそう読みましたけど。So, in Japan, when we eat beans, we usually use sugar to cook it so that beans will be sweeter. But I read somewhere in a book that in Brazil, people don't use sugar to cook beans. Is that correct? 何か豆を甘く味付けて食べるのは世界の中でも日本ぐらいだ、とても珍しいことだというふうに本で読んだんですけど、そうかな。 I also read that it's pretty much in Japan that people eat sweet beans that's cooked with sugar、はい、ね、あ、皆さんそうですね、春の七草言ってくれましたね。セリ、夏菜、五行、運べ、仏の座、鈴な鈴代というわけですね。でもこれが、okay. Someone from Japan. 本当はどんな植物に当たっているのかっていうことはなかなか実際わからない人もいるかもわからないんですね。So, some people can tell what types of herbs to be used for the porridge, but maybe some of them can't really tell what these herbs actually are.、はい、日本にそうですね、1500年ぐらい前に作られた、万葉集っていうね、天皇陛下から庶民の方までの歌を集めたそういう、本があるんですけども、その中に七草のことを歌った歌が、素晴らしい歌がたくさんありますね。 So in Japan we have a collection of poetry that was compiled about 1500 years ago called Manyoshu, but in this collection has all seven types of herbs. はい、あやみさん、明けましておめでとうございます。よろしくね。さて、ではそうですね、どうでしょうか。何かね、こうやって皆さんたちを、会員さんと柴崎はこうやってまあつながりはできてるんですけども、いつも柴崎のね、こう絵を描くの、ね、見てくださってます。何か、まあ、どんなことでもいいんですね。何か質問があったり話してみたいようなことがあったら、ね、今年一番最初の、ライブ配信ですので、ちょっとコメントに書いていただけますか。 So now we have established a good relationship between myself and all these members.And since this is the very first live stream from me of the year, I'm just looking to see if any one of you has any comments or requests for me to do for this live stream. So if you do, please write it in the chat. 柴崎は、まあ、皆さんたちはいろいろな、ね、こう幸せって感じることあるでしょ。柴崎はね、幸せって感じることの一つはですね、夜寝るときに、まあ本でも、それから、まあ、スマホでもいいんですけど、何かそういうところから、昔の、文章を読んだり、
なんか何でもいいですね。何か少し新しいことを覚えると、すごく幸せな気持ちになるんですね。これが一番柴崎の夜のルーティーンです。So you must have something to make you happy. That is a routine of the day. But for myself, I have a custom of reading a book or finding something new right before I'm going to bed. So that makes me happy for the day. はい、ケイトリンさん、はい、ハロー、ハッピーニューイヤー。ケイトリンさん、ハッピーニューイヤー、ありがとう。今年もいい年であるようにね。Happy New Year to you too. I hope you are going to have a great year. はい。あ、北村さんが先生の明るさの秘訣は何ですかって言ってますけど、もう柴崎は昔から楽しいこと、何が楽しいんだろうってことを探しているんですよ、いつもね。だからあんまり楽しくなさそうなこと、今日それは自分の気持ちにあんまりフィットしないなってことはあまりしないんですね。だから楽しいことを探して生きてますね。楽しいです。はい。So Yoshiko Kitamura in the chat is asking what makes Mr. Shibasaki so bright and happy every day, but he or Mr. Shibasaki is always looking for something to make himself happy. So he doesn't want to do anything that he doesn't like, but he always does something that makes him bright and happy.柴崎はあまりしたくないことを無理やり自分に強いてするということは嫌なんですね。そういうタイプなんです。はい。I don't force myself to do anything I don't like。はい。あ、猫ちゃんと寝ることってね。はい。はい。シャロンさん、どういう水彩の筆を買えばいいでしょうか。はい、アメリカ製で買えるものなんですか。アメリカ製で。アメリカで買えるものですね。アメリカで買えるもの、さてそれは難しいと。僕もまあそうですね、世界いろんな国行った国々で、まあ大概そういうあのね画材なんかを見て回ってはいるんですけども、アメリカでは筆を買わなかったから。僕はアメリカではあの個展をやったんですね。そのためにね、持って行った作品をあの画材屋さんで額装したりですね、額に入れたり、そういうことが忙しくて、筆を買ってる暇がなかったんだよね。だからちょっとアメリカの筆の事情が分かりません。申し訳ないです。Okay, Sharon, about your question about American watercolor brushes. So I went to many countries and looked in lots of art shops.But in America, I had a solo exhibit where I just brought a bunch of pictures that I painted in Japan. And I was pretty busy and having shops frame those pictures. And I just didn't have any time to buy or look at brushes in America. And I apologize that I can't answer your question. 今小春さんが先生はこれだけたくさん絵を描いていて構図が難しいなとか、こういう絵は難しいなと感じたことありますか？そうですね、大変な質問だな。まあ柴崎は自分で言うのは変ですけど、ものすごくたくさん絵を描いてます。もうね、何千何万描いたか自分でも数えてないからわからないけど、とにかくすごくたくさん描いてると思います。はい、それは言えます。どんな絵描き中でも柴崎もあまり負けないぞっていう点数は描いてるような自信があるんですけど、そうですね。あ、そうだ。ね、そうそう、構図とかね。あ、それで、ね、ちょっとさっきね、まあたくさん、もう僕ね、絵描くとね、あまり描いた残った絵ってあまり興味はなくて、結構処分して捨てちゃった絵なんかいっぱいあるんですよ。はい。でも古いのをちょっと見たら見つかりまして、これですね。これはね、僕はそのニューヨークで50歳の時、あのアートスチューデントリーグで、これをモデルさんを見て描いた時なんか一枚あったんです、たまたま。だから今これちょっとお見せしますね。こんなごめんなさい。はい、
So, Koharu, in your chat about your question, and you're asking about the composition that I may have had struggled in the past. So, and I have painted a very many paintings in the past, and I can't even count some of the painting I kept, but many of them I didn't like many of them, and I threw them out. So I just can't see what kind of paintings I had in the past. But here is something I painted in New York when I visited there for exhibition, and this is the one I'm showing to you. 僕はまあ文部省のねお金をもらって、まあ、留学って形でアメリカ行って、アメリカだったら多分どんなことを教えてくれるんだろうってね、興味津々で行ったんですね。でアートスチューデントリーグって、まあ、とても歴史のある学校に入れていただいたんですけど、そうしたらこんなふうなとってもベーシックな勉強やってるんですよ。これには本当に驚きました。So when I visited New York, I went there through a program of the Ministry of Education of Japan, and they hosted my studying in New York. And this is what I did at the school, but I was so surprised like how basic, what basic stuff they are doing in Japan, in the school in New York at the time. ね、どんなコンテンツ、もう最先端の、美術を教えてくれるのかと思ったら、こういうとってもねベーシックなことを毎日毎日やってるんですね、皆さん。I was looking to see the state of art techniques that I was hoping that they can just provide me some lessons about very new techniques, but this is very basic, and I was sort of shocked to see this. So.これは下書きないでいきなりこう筆でこう書くんですね、これ。はい、そんなの。I did this without any sketch or drawing. I just started painting with a brush. もう今から27年前の柴崎がニューヨーク行った時にこんなの書いてたんですけど、でその後でですね。So this is what I did about 20 years ago when I was younger. でも柴崎は例えば、こんなふうな感じ、全然が違うでしょ。こう全然スタイルをこう変えて描いたりもしてるんですね。So you can see this is a very different style from what I'm doing right now. そう、柴崎です。柴崎はね、何でも捨てちゃうんですよ。So this is the one. You can tell how different it is.だって自分が何かしたことはもうあまり興味がないんだよね、僕は。だからみんな捨ててしまうんですけど、もう随分大きな色もみんな模してしまいました。はい、壊してしまった。So I keep trying something new all the time, and I'm not interested in keeping anything old that I did in the past. So I, and there are many things I threw out, and some of them are actually burnt as well. そうですね。だからこんな風にも、だから。まあ、自分の思いつく方向ですよね。うん。それが、まあ、それがとても楽しいんだよね。まあ、皆さんも何でもそうだと思います。ね、いつも同じユニフォームばっかり着ていたんでは、やっぱり嫌でしょ？やっぱりその時の気分にも応じるし、人間ってそういうもんだよね。気持ちのいいもんだから、だから絵も当然、いろいろな発想で描くかと思います。So it depends on what inspires you on the day.You don't want to do anything you did in the past, but you just keep trying something new all the time. That makes you happy. ほら、こんな結構真面目にね、こんな家に置いておいたら、もうカピカピに、もう枯れてきてしまったパイナップルとかね、こんなのも描いたりね、もうなんか思いつくまま描いてるんですよ。柴崎はスタイルもないし、何か これしか描かないとかっていうのはないんですよね。はい、So I don't have any particular style that I always stick to. And this is a painting I did. And this is the pineapple I had in at home. And it's all moldy and gross. But this inspired me on that day and felt made me feel like painting it. そうなんですね。そ
それで、そうですね。今、まあ僕たち、何？データ化して、そうなんですね。データ化して残しておけばよかったですね。でも柴崎はね、じゃ短期な人間が結構、短期なとこあって、思いついたらすぐにやってしまって、もうみんな模してしまったりしてね、データ化してないのも多いんですね。データ化し ておけそう、ばas よかったです Koharu ね。says in the chat, I should like at this point I could save everything in the data form, but at that time I threw them out like everything because I'm pretty short-tempered sometimes. それで、そう、ちょっと皆さんたちにご質問なんですけど、まあ、絵を描くことをですね、よくアートって言いますよね。アートって。So, what we do when we what we do through paintings, we call it art. これは日本では例えば芸術って言うんですけど、これはご存So 知で it すよ is ね。called 芸術 in Japan, in Japanese. なんでアートっていうか知ってます？Do you know why it's 日called 本ではなん art? で芸術って言うんだろ And why is it called 芸術 in Japanese? う。多分芸術なんて言葉は新しい言葉だよね。だって江戸時代にはこんな言葉知らないし。I think that 芸術 is a pretty new word. I'm pretty sure that the word didn't exist during the Edo era, about 100 or so years ago. ね、だから江戸時代では芸とか術って言葉はあったけど、芸術って言葉はないよね、多分。So, in Japan during Edo era, I'm pretty sure there's a word called gei, meaning performance, and also jutsu, that means technique, but there was no word that combined both together called geijutsu. で、僕もちょっとね、疑問だったの調べたんですね、前。それですごく分かったような気がしたんですけど、この、ね、アートってのは、これはラテン語で、アルスっていうね、アルスっていう言葉、ラテン語なんですけど、ここから来てるみたいなんですね。So I was curious and looked for the origin of the words, but art, the English word art, came from the word Latino and ars. ね、当時昔ヨーロッパでは知識人ってのはみんな皆さんラテン語喋ったんだよね。だから So in those days, all people of intellectual people spoke Latinos. レオナルド・ダ・ヴィンチは、小さい頃ね、勉強する、まあ、お金か時間がなかったのか、まあ、そういう階級ってなかったんだね。だからラテン語はできなくて、あの人は自分で辞書を作って、小さい辞書ラテン語を細かく自分で辞書を作ったぐらい、ラテン語ってのは大事な言葉だったんだよね。そのラテン語の「アルス」っていう言葉から「アート」っていう言葉が生まれたらしいんですね。So, Da Vinci didn't have money or time when he was young, or maybe he didn't belong to the class that could give him time or money to study Latinos. But he created his own dictionary, and that's how important it was. で、このね、ラテン語のアルスってのは、これはラテン語の元はギリシャ語ですからね。ギリシャ語のね、テクニってね、こういう、テクネってね、こういう、この言葉、ギリシャ語のこの言葉からラテン語のアルスになって、それが英語のアートになったっていう言葉の変化なんですね。So, Latino ars was based on the Greek word そう、called テクニ。テクネン、それから、テクネ。アルス、エン So ド、ア that ート。became an English word art. それで、この意味は、ギリシャですから、ギリシャにはたくさんのほら、多神教でしょ、神様たくさんいて。だから、秩序を守る神様、まあ、そういう言葉から発生してらっしゃるんですけど、
これは技術という言葉なんだよね。So technique is originally the word that 技術 that means one of the gods that they had in the ancient Greece that rules all technology. そう、だからそう、テクニックとかテクノロジーって言うでしょ。だからこのそれはギリシャ語のこのテクネなんだね。だからテクネと、so technology, the word technology came from the word technique of Greece.そう、テクノロジー、技術とアートはだからこれは親子の関係にあるんだよね。So, and art and technology are really the has a relationship of parents and children.、うん、だからこのじゃあアルスってのは何かっていうと、まあ皆さんアートっていうのはね、まあ日本では芸術とか、まあいろいろ言葉で言いますけど、アルスっていうのはこれはこのテクネのこの技術って言葉が来てるから、これももちろん技術であるし、それから資格とか資格とかですね、なんかそれから才能とかですね、才能とかそれから配置とかそういうふうなアルスって意味を持ってるんですって。 So Ars also has a meaning ofthings like qualification, talent, and arrangement of things. うん、だからギリシャの美術っていうのはまずは一つは彫刻ですよね。あれは人間の体の肉体の美しさ、そこに何か素晴らしいものを見たわけよね。っていうことは、その自然の配置、この体のバランスとかですね、そういう美しさ、だからそれがそのアルスであって、でそれがアートに進化したっていうことかもわかりませんね。So, one of the technologies or techniques they had in the ancient Greece is sculpture. And that appreciates the natural arrangement of the body. So they probably, this is what I guess, but they probably found beauty in the arrangement of body, natural arrangement of the body. AndThis is what I guess, but that became the word art. ね。で、でもまあだんだんね、このテクネからアルスからアートになっていくんですけど、ルネッサンスのね、レオナルド・ダ・ヴィンチの頃にまた元に戻って、だから技術ですよね。だからそういう自然のこう配置。バランスとかですね、そういう自然の中の仕組み、そういうものと絵画というものをもう一回こう結婚させる、それがルネッサンスだったんだよね。So, during the Renaissance era, so they went back to the basics of technology. And this is from the arrangement of natural beauty and balance that showedso eventually that included everything, technology and art. 今日はすごい話になっちゃったな。だってルネッサンスが始まるその以前はもうずっとヨーロッパの美術ってのはもうキリスト教から離れることできないわけよね。もうすべてキリスト教。So、だからキリスト教の要するに、聖書し聖書ですね、あの中のストーリーから逃れることできない。絵を描くこともね、彫刻作ることも。でも、so、ルネッサンスになってルネッサンスになって初めてもう一度自然の中のそのバランスとか、もう一回自然も見るとかですね、肉体をもう一回見つめ直すとか、科学的にとか、そういうふうな見方が始まったんだよね。それがルネッサンスなんだよね。So before the Renaissance era, people were stuck with the idea of Christianity, and they couldn't go anywhere else to see the world of nature or anything else. And during the Renaissance era, people started looking at the nature and through their own eyes away from the Christianity principles. And that's when they started looking at the natural balance and the beauty ofhuman bodies from the scientific perspectives.
だから皆さんたちが、まあ僕もそうですけど、そうですね、今現代の技術っていうのは、まあ、とても個人的な、パーソナルなことというふうに、まあ、なってますけども、でもまあ何か自分で作ろうとした時には自分の感性だけではなかなか難しい部分もあるんですね、きっと。だからやっぱり自然をよく見たり、そういうやっぱりこの、テクニックっていうかな、このテクノにやっぱり一回戻ってみる自分の気持ちっていうのは大事かなと思います。So in the modern era, people appreciate the individual sense for art, but it's difficult to look at things only with your own sense. So it is important in my idea that people go back to technology or technique and use it to combine it with your own sense. 例えばちょっと今は柴崎思ったんですけど、皆さんは世界中にそれぞれの国には国の旗がありますよね、国旗って。その国旗に使われている色で一番多い色は何だろ So, you know that there are many national flags out there. And what color do you think is the most used in those national flags? 例えばいろいろ不思議なことがあって、僕たちは、そうそう、国旗で言うと、例えば、アラブの国々の人たちは国旗に緑の色をたくさん使いますよね。これ So, you は、know that in Arabic flags, green is most commonly used. そう、今北村さんが赤ですって書いてくれましたね。そう、世界の国旗は、まあ、いろいろな色を使ってるけど赤の色が多いかもわかんないですよね。どうして赤の色が多いんだろう。So, red is another color that's commonly used in national flags, but why do you think it is? どうして赤の色が多いんだろう。アラブの人たちは緑の色を結構使うんですけど、この理由は結構わかりますよね。どうですか。So, green is used in the Arabic flags, but do you know the reason for this? それは多分アラブのね、まあ、人々の住んでる環境が緑が少ないので、やっぱり緑の色に憧れるっていう、そこに天国を見出すっていう色だからかもわかんないですよね。So, one of the reasons might be that because in Arabic countries they don't have a lot of green. So, in the national environment, maybe people want to see or want to have more green. So, maybe that's why they have green in their national flags. そう、赤の色は太陽の色かも赤し、血の色かも分かんないんですよね。Yes, red could mean the color of the sun or blood. そう、例えば人間の心臓を刺した時に真っ赤な色の液体が2メートルも3メートルも飛び散るんだよね。これってのはすごいSo, ショックなことだよね。when a person is stabbed in the heart, the blood springs out, and I'm pretty sure it's pretty shocking. 特別なことだよね、それはね。It's a だ special から thing. 赤というのはそこに何かを人間は感じるんだよね。 So, red inspires people. ね、だってもうちょっとこう切って血が出ただけでもう顔が青ざめてしまう人もいるでしょ、そのくらい。 そう Some people get pale when they have a cut, small little tiny cut and blood springs out. でも、例えばアラブの方では緑がとても、貴重な色だと思うんですけども、日本では緑がいっぱいありますよね。日本はどこ行っても緑ばっかりです。だから日本の言葉では緑って言葉と青って言葉の区別はなかったんですね。そのくらいありふれた色だから区別がない。だから昔の人、僕たちもそうだけど、緑のことを青と言ったりしません？So in Arabic country, they may have not much green out there, but in Japan, it was abundant.
there was so much green here in the natural environment in Japan. So that's why we don't have a clear distinction between green and blue in Japan. And old people still use the word blue to mean green. そう。だからありふれたものだとあまりものを区別しないんだよね、人間って。ところで、Just because it is so much out there, people don't find a reason or don't find a reason that they have to distinguish green and blue. 日本で皆さん住んでいて、ね、この日本は緑がたくさんですよね。これが本当当たり前だと思ってるでしょ。でも柴崎はね、だいたい40カ国、50カ国くらい世界行ったんですけど、こんなに緑がたくさんある国ってそんなにないんだよ。So in Japan we have a lot of green and the people here takes granted for it. But I have been to close to 50 countries out there, but I found that it is pretty rare that that one country has so much green in the environment. ね。ところでどうして木や草はグリーンに見えるんだろう。By the way, why do you think that that people see grass or trees green? Why do you think they recognize it as green? Can anyone answer? どうして草や木やなんかはグリーンに見えるんだろう。こんなことも考えてみると不思議でしょ。Doesn't it make you wonder?光の波長の関係、そうですね。それは科学やってる方の答えですね。そう、光の波長の。Someone mentioned the wave of light. それはレオナルド・ダ・ヴィンチ的な発想ですよ。光の波長ですよね。そう、物はすべて光の波長です。So everything is a reflection of light. あ、光合成とも言ってますよ。光合成って何でしょうか。Photosynthesis. 光合成で。緑の説明、そうですね。光合成でも説明できます。でも、じゃあ光合成でなんで草木は緑かって説明してできますか？葉緑素の色。Explain why photosynthesis makes things look green. そう、波長が跳ね返って目に入ってくる。だから色が見える。うん、北村さんはレオナルド・ダ・ヴィンチですね、あなたは。Yoshiko Kitamura, you are Da Vinci. Yes, the light waves reflect and bounce back into the eye to make people see or recognize it as green. そうですね。もう私たちはここにこういうたくさんの色があるわけですよね。で、私たちは日常の生活でいろいろなことを、まあ、感覚的には知ってるわけです。例えば空が青かったり、いいお天気の時は空が青くって、そこに出てる雲は白いかもわからないっていう、これは感覚的に知ってるわけですよね。でも、レオナルド・ダ・ヴィンチ。So it is your knowledge. はい。はい。どうぞ。It is your knowledge that trees are green, skies blue, and clouds are white. And you know that as knowledge from your experience. そうなんですね。でもレオナルド・ダ・ヴィンチ先生だとこんなことだけじゃ満足しなかったんだよね。So, but that didn't satisfy Da Vinci. そうなんですよ。で、しかもこの青空だって、もう柴崎も皆さんに絵を描くとき教えましたよね。こう空は上の方、画面で上の方ほどブルーがはっきり見えるんですよね。どうしてなんでしょう。 So like I tell in my videos, and probably you know that you understand that now, but the higher the sky in the screen, the bluer it looks. 小春さん、青い葉っぱに太陽の光の黄色が当たって緑に見える、そんなわけはないかってそんなわけありませんでもいいんですよ、間違っていけないんだそう、the blue leaves and
yellow sun combined together and people see it as green. No, it's not true. 京子さんはなんで草や木が緑に見えるか知ってますか？He's asking if I, the translator, know why leaves are green. Some. 京子さんはどうしてか知ってる？わかりません。ほら、それそういうこと考えないで今日まで。京子さんは今多分20歳ぐらいのお嬢さんだと思いますけど。はい、そうです。そうでしょ。そうなんですよね。考えてみると、あれ、そうって言われるとわからないけどって思うでしょ。でも私たちはここに草を描こうと思うと自然と緑を塗りますよね。でもこの緑が、so people really、はい、don't know why、greens are thought, I mean, sorry, and the、leaves or trees are thought to be green, but people just naturally take the color of green when they paint trees. We just don't know why. そうですよね。どうして緑に見えるんでしょうね。さ、不思議でしょ？考えてみると。しかも遠く行くほどグリーンが少しブルーっぽく見えるんですよね。So if you noticed, green looks a little bit like bluish, when you are standing far away. 紫外線。紫外線。緑の光を反射するから。うん。緑の光を反射するから。うん。そうそう。緑の光を反射する。まあ、反射っていうのは正しいかどうかしらけど、まあそういうことですよね。だから僕のあれ、どうしたの、このセーターが今黄色く見えるでしょ。これは今ここのライトから虹の色がここに入ってきて、でもここから黄色色だけ外に出してるから、これは黄色く見えるんですね。そうなんですよ。So why do you think my sweater looks yellow? Just because the color yellow is stands out from the prism of light, and that's why people recognize it as yellow. そう。じゃあ草や木は、そうですね、虹の色がその草や木に当たって、でもそこから緑の色だけを外に出してるんですね。そういうことですよね。So, for the green of trees and grass, so the light is shown on the object and the color of the thing, of the object stands out of the prism. That's why you see or recognize that color.、そうだよね。でも僕のこのセーターは黄色い色にしたら素敵だろうなと思って、黄色い波長を外に出すようなそういう処理をしたから、まあ黄色く見えるわけですよね。じゃあどうして草や緑は、so、my sweater looks yellow just because it was processed to emphasize the color yellow. じゃあどうして草や木は緑の色を外に出してるんだろう。Then why do you think that the trees and the grass are green?、It's not processed, but you can just see it. どうしてなんだろう。だってあなた方が草や木は緑がいいなと思って緑にしたわけじゃないでしょ。You didn't make it green just because you like it green.僕のこのセーターは黄色にしたいなと思って、黄色い光だけを出すようにそういう、まあ、処理をしてあるから黄色く、まあ、見えてるんですけど、草や木はもうはるか昔から緑の色を出してるんですよね。どうしてだろう。 My sweater is yellow just because people want to see it yellow, butIt's not the case for green grass or trees.
You have so many なんとか beautiful なんか書いてくれてますね。はい、シャロンさんがはい。先生の絵の中には色がたくさん、きれいな色がたくさんあります。で、草や木も緑だけじゃなくていろんな色が使われていますね、ということです。そうです。まあでも、まあ、全体としては緑のカテゴリーですよね。Yes, Sharon, that's correct. But yes, I use a lot of colors for trees and grass. But as a category, the color belong to green in general. 面白い。北村さん、それは地球をお作りになった方の意思ですねって、それは 一神教の神様の考え方でしょう。そんなことであなたはレオナルド・ダ・ヴィンチはなりません。レオナルド・ダ・ヴィンチは神様をそういうふうに捉えないことからルネサンスが始まったんですから、あなたはじゃあレオナルド・ダ・ヴィンチではありません。 So, Yoshiko Kitamura, you mentioned in the chat that it depends on what the creator wanted. And I have to say, it is not right because it's an idea of the people who believes in one God. And you are not Da Vinci. That's not the idea of Da Vinci had. 花や実が目立つようにするため？違います。それは逆です。緑の草があったから、後から花が赤くなって目立つように進化したんですね。最初から花があったんじゃないんですよ。最初には緑があったんです。Seiko Iwakura, you said that everything is green to let flowers and fruit stand out. And I have to say that is wrong as well because the green was there first. Flowers and fruit came later. 面白いね。なんか虫に食べてほしいからって意見もあるけど、違います。And someone ほら。else mentioned that it let bugs eat. こうやっAnd てthat 考is えてみる wrong と as 面白いでし well. ょ？ね、普段。Isn't it interesting? It makes you wonder. だからこうやってもう一回レオナルド・ダ・ヴィンチ先生の気持ちに戻って、このね、アートの元、最初の言葉がテクノ、ね、これはテクニック、技術とかとバランスとか自然とか、そういうことにも立ち戻ってものを見る、そこから僕たちのアートももう一回出発すらもっと楽しいよね。ただ僕の絵を写すとかそれだけじゃなくて。So go back to the idea of Da Vinci and to go back to the basics of beauty and technology and to see things around you. And it is so much different. It makes you interested and feel a lot of fun as well. Not and it doesn't come from just imitating what I paint. ね、だからやっぱり、僕思うに、まあ日本語では雑学っていうんですけど、何かあまり深く専門的なことではなくていいんですね。浅く幅広い知識を求めていくってことは、絵を描く上でも、また自分の人生を豊かにする上でも、僕はとっても大切かなって思ってます。But such things are very important in my idea because it enriches your life and makes you wonder and feel so rich in yourself. And this is called Zatsugaku in Japanese, that means miscellaneous knowledge. That's not specialized at all, but makes you so enjoy your life. ちなみに京子さん、雑学って英語って何て言うんですか？Miscellaneous knowledge と訳しました。雑多な知識という意味ですね。雑多な知識。 はい。そうですね。 でもその雑多な知識もたくさん頭に入ってくると、それがこうみんなジョイントして一つのなんかこうネットワークを作るんですね、頭の中で。それが楽しいんですよね。 So Mr. Shibasaki just laughed at my translation of Zatsugaku. I just said miscellaneous knowledge, but he thinks all these miscellaneous knowledges are in your mind,
and combined together to feel you rich and enjoy your life. ね、ほら、だからそんなことがこの一枚の絵にも込められてるんですね。そういう雑学を含めた知識、テクノですね。テクノがアートになるんですよね。So that techno or miscellaneous knowledge makes art. So the painting I make, art I make or the paint I paint has all that knowledge in it. だから現代の絵は自己表現ですけども、でもやっぱりこの自然科学とか、それから技術、テクニック、こういうものをおろそかにしてはいけないかなと思います。So, art in modern sense is a tool of self-expression, but in my idea, it's very important to maintain your natural appreciation to nature and technique as well. You have to keep them together. ね、今日は面白かったでしょ。でもついに皆さんたちからどうして草や木は緑なのかっていう答えをいただけなかったですね。まあ、柴崎の勝手な、じゃあ柴崎の思う答えを言いましょうか。やっぱり僕たち生命っていうのは自分の DNA を次代に受け渡すために生きてるんですよね。だから草や木も自分たちが生命を保って次に時代に移すために生きてるわけです。生きるためには彼らは光合成っていうね、太陽の光と二酸化炭素と水でエネルギーを作るんですよね。これ皆さん知ってますよね。 So I've been having a lot of fun here but I haven't been able to see any correct answer from youto my question, why trees and grass are green. So this is what I think. This is the answer that I can give you. But green or nature, including human beings, exist to pass down lives to the next generations. And green and plants live through photosynthesis to live, and that the way, or that's the method of combining CO2 and water. で、その3つの要素ですね。空気と、光とですね。なんかその中でやっぱりこの太陽の光が一番大事なんですよね。あ、僕たちもそうですけど、生きていく上ではこの植物も同じです。So humans and plants as well does light.From the sun is the most important. ね、空気と、二酸化炭素と水ですけども、で、そのひ、でも、あ、ごめんなさい、空気ではない、光と二酸化炭素と水ですけども、でもこの光を、葉っぱがこう取り入れるんですけども、その時に彼らは光の虹の光を全部取り入れてんじゃないんですよね。一番自分がエネルギーにする一番有効な光だけを取り入れてるんですよ。So for photosynthesis, the plants need CO2, water, and light as well. But plants is not taking in all the light that they can take. They select the type of light they need for living. うん。だから彼らがそのね、虹の色、七つの色の中でこのエネルギーとしてエネルギーを作り出すのにどの光をチョイスするかっていうと、赤とかオレンジ系とかピンク系の色が最も効率がいいと彼らはそう生きてるんですよ。 So out of the seven colors of prism or the rainbow colors, the plants or trees prefer red, orange and pink. そうするとほらね、緑系統の色ってのは彼らにとってね、あまり、エネルギーを作るのにあまりこう効率が良くないんですね。So green is not the color of their selection for living or creating power to live.
だから緑の色を捨ててるんですよ。捨ててる。So that's why they are trying to remove or remove the color green. だからそれを僕たちは見てるわけです。ね。That's what we are looking at. 植物が捨ててる波長、緑の波長、青とか緑の波長を見てるんだ、僕たちが。So green or blue waves of light つまis り、something we are looking at, and it's something they are trying to remove from themselves. そう、だから植物のゴミ箱を僕たちは見て、うわー、緑素敵って思ってるんですね、きっと。So, in a way, we are looking at their garbage box and think it's pretty. 不思議でしょ？ Isn't it interesting? でもそれは僕たちは、その植物が生きていく上では僕たち食べたりとても大事なものだから、グリーンが綺麗だなっていう感性に植え付けられてるんですよね、この中へ。But plants are very important for humans, for living and appreciating as well, but the knowledge of appreciation そう。makes us feel that green is very pretty and important for our sense. 神様って無駄をしないですね。植物がいらないっていう捨てたものを僕たちは見て美しいと思うんだもん。So, see, God is not wasting anything because we appreciate something that いや、plants try to get rid of. やっぱり神様っているのかな、だから。So, maybe God really does exist. 今日僕今ね、お話しながら書きましたね。ここには太陽の光が当たってるから、雲にも日向って日陰があるし、そして空気があるから遠くの方ほどブルーっぽく見えたりするんですよね。そしてさっき言った通り、光が当たっていらないグリーンを捨てた緑がここに生えてるという自然はこうできてるんだよと理解しながら書くとまた面白いです。So this is something I painted today as I talked, but like you can see, because there's light, you can see light and shadow in the painting, and just because there's air and objects in the distance can look blur. And like this has everything that we appreciate. ね、さあ、柴崎の嬉しそうな顔見たでしょ。雑学ってのはこんなんですね。Can you see how happy I look? This is what miscellaneous knowledge does to me. はい、ね、今日、もう時間になりましたけども、今日ちょっと柴崎また思いつくままのお話になってしまいました。ね、楽しんでいただけたら嬉しいです。So it's about time to stop today, but I talked as as ideas came to me, and I hope you enjoyed today. アラスカとかブラジルからね、遠いところからも参加してくれて本当にありがとう。また皆さんも And ね、people この from 遅い時間 Alaska にあ and りがとう。 Brazil, thank you very much for joining us from faraway countries. And everyone in Japan, thank you very much for joining me at late at night. 京子さんもありがとうございました。本当に分かりやすい通訳で、本当に僕のいえいえ、とんでもこありんまなせん。適当なお話をうまく通訳してくれて本当にありがとうございました。いえ、楽しかったです。ありがとうございはまい。す。またこの次も何か京子さんに質問しようかな。ありがとうございました。考えておきます。皆さんも本当にありがとうね。もう寒いから風邪ひかないように、そしてマスクもして、あまり外に出歩かないようにしましょうね。ステイホームですよ。Thank you, everyone, again. Please stay home. ステイホ Please ーム。stay well and healthy. Make sure you wear a mask when you go out. はい。さあ、どうも遅くまでありがとうございました。ね、Thank you for spending your time today. はい。これから起きてお仕事する方もいるし、これから寝なきゃいけない人もいますね。はい。皆さんお元気で。Some people have to work, some people are going to bed, but please stay well. またお See you 会いしま next しょう time. ね。See さよよなら。later. さよなら。ま Thank たお you, 昼からお会いしまし everyone. ょう。ありがとう。さよなら。はい。京子さん、どうもありがとう。いい、ありがとうございましはい。た。